はい、こんにちは。前回ね、DJI の Osmo Action 5 Pro、レビューしましたけど、僕はね、あまり勉強せずに山に持ってきたせいで、まずね、何も考えずに8ビットのモードで撮影した。8ビットのモードっていうのは、後からね、カラーグレーディングとか編集をしにくいモードなんですよね。より解像が出にくい、そういうモードなんで、本来であれば、10ビットの D-Log M あたりで撮影するべきだったんですね。でそれと、超広角モードを使わずに、真ん中のね、広角モードを使ってしまった際で、どうしてもね、自転車が大釣りして、GoPro でいうね、スーパービューみたいにこう周辺がね、流れるような、光も POV らしいね、動画が残せなかったんで、今回はまず、モードをね、10ビットに変更します。でその後、DJI が提供しているRADファイルで、GoPro らしいね、ビビッドなカラーにね、カラーグレーディングしようと思ってます。でもちろんね、超広角モードを使うんですけど、それに加えて、前回ね、水平固定モードをね、使ってみたんですよ。で水平固定モードってすごいね、期待しなかったんですけど、使ってみるとね、可能性を感じました。これ結構バイクの動きとか面白いなと思ったんで、なので今回はね、より遠くから撮影するために頭の上、ヘルメットの上に、マウントをつけました。やっぱね、水平固定モードって結構クロップが大きくてアップになっちゃうんですよね。だから少しでもね、バイクとかハンドルバー、全部入れたくて、頭の上につけて縦にしてね、一回撮影してみようと思います。まあ、あまりね、期待しなかったんですけど、縦のしかも、水平固定モードは結構ね、ポテンシャル感じましたね。それではまずね、1本目レビューいきます。はい、まず1本目ですけど、4K の 60p の超広角で撮ろうと思います。今日はね、ちゃんとグローブを持ってきました。それではいきます。一回ちょっと軽く雨がね、降って路面が走りやすくなってると思うんですけど、そんな変わらんか。うわー、クモの巣が。さあどうですかね、超広角モード。いやー、でももうだいぶね、秋になって湿度が下がって最高ですね。なんかあれからトレイルに手が入ってる気がするな。違うかな。いや、なんか西日が入ってトレイルがね、明るくて気持ちいいですね。うわー、これクモの巣がやばいな。うえー、マジでクモの巣がすごい。わあ、誰も走ってないんでしょうね。まあ、全然関係ないんですけど、映像にはタイヤの空気圧とね、サスペンションのセッティングを大きく見直したんですけど、めちゃめちゃ走りやすくなりましたね。というわけで中間地点になったんで、そのカメラのね、モードを切り替えようと思います。モードはね、10ビットの D-Log M ですね。超広角で撮りました。それでは、モードは変えずにそのままね、縦にしてみました。前回ね、広角モードだったんで、ちょっとね、いまいち出来に、満足できなかったんで、今回は超広角をね、使って縦に挑戦します。
おお、なんか緊張感あるな。サスペンションをね、だいぶ柔らかくしたんで、体ではね、楽になりましたね。もうね、クモロスがね、めっちゃ気持ち悪い、口について。いやでも乗りやすい、体に優しくなりましたね。おお、あんまりこれ調子乗ったら怪我するやつやなこれ。立てどうですか、立ての超広角。よし、はい、それでは2周回目はね、モードを変えずにヘッドマウントを使おうと思います。モードはね 4K の 60p で16:9、超広角ですね。でヘッドマウントね、これは画角を決めるのに DJI のアプリを使うんですけど、そのアプリがね結構ねサクサク動いて印象良かったですね。で Wi-Fi 6にもね対応してるらしいんで、ファイルの転送スピードもね結構まあ我慢できる速さだったんで、実用性十分の、ね、アプリかなと思いましたね。そのアプリを使って画角をね今決めました。ちょっとねプレビュー見ましたけど、すごい上下にね開けてて、かなりねこの動画は期待できると思います。それではね走ります。なんかだいぶね暗くなってきましたね。ほほ、でもバイクのねセッティング触ったらねめちゃめちゃ走りやすくなって、ちょっと調子乗ったらまたこれこけますね。暗いなもう。ヘルメットマウント結構ね気をつけないと、枝に引っかかって危ないなと思いました。なんかやっぱ工事入ってますね。あーでもバイクが走りやすくなって最高や。結構ヘルメットマウント要注意でね、落車した時に地面に引っかかって首やられるんですよね。だから結構マウントってね、そこそこの力かかったら勝手に潰れる行動になってるんですけど、今回の場合はね両面テープなんでそんなすぐには剥がれないんですよね。難しいんですよね。サスペンションのセッティングとね、タイヤの空気圧のセッティングが結構ハマってきて走りやすくなって、これはこれでねスピードが出て危ないな。メーカー推奨値で走ってましたけどね、ちょっと硬かったんですよね。では次はね横に変えます。すごいクモの巣や、これさすがに画面には映ってないんか。
それでは横に変えましたけど、やべ、水がないですね。それでは行きます。サスペンション柔らかいかな、柔らかめに振りすぎたかな。いやー、めちゃめちゃ良くなった。だいぶ走りやすくなった、まあ、これがね速いかというとまた別なんですけど、体が楽という点ではね良くなりましたね。楽イコールね速いではないんで難しいところなんですけど、まあ、ただ僕はね競技してるわけじゃないんで、このセッティングありですね。ブレーキやな、ちょっとやっぱり SLX グレードのブレーキ十分効くんですけど、タッチがな後半のって感じです。はい、超合格のね横でした。はい、それでは3本目ですけど、3本目はねホリゾンバランシングっていうのかな、水平を維持するモードを使うと思うんですけど、ホリゾンバランシング水平時にするとね結構アップになっちゃうんですよね、クロップが大きくなって。なので少しでもね距離稼ぐためにちょっとヘッドマウントにねしてみました。それでは行きます。なんかさっきね下り始めのところでクランクがペダルをね地面石かなんかで思いっきりぶつけて、多分クランク曲がりましたね。なんかこのね右のペダル軸はなんかおかしい感じ、ペダルが曲がってるというか多分ねクランクが曲がってるんですよね。うわー、だいぶ暗いな。ちょっとね、サスペンション柔らかくしたんで沈み込みがねやや大きくなって、地面ね気をつけないとクランク当たっちゃいますね。じゃあ次で、カメラね縦に変えようと思います。そうで、暗くなってきたんでね、もう一本いけるかどうかちょっと怪しいですね。はい、それでは、縦アングルの、水平化ですね。頭にカメラが
気をつけないと首を持っていかれるな。思いっきり今ホイール右打ちしましたね。大丈夫かな。ちょっとタイヤの空気圧を攻めすぎたかな。結構下げちゃいましたね。いやいや、もし今日これでクランク壊してホイールも壊したら悲惨ですね。体がね、壊れるより全然いいんですけど。いやー、でも走りやすくなったな、バイクは。4本目行く体力もうないんで、帰ります。はい。はい、というわけで、ちょっとこれはね、別日の収録になるんですけど、第2回目の、DJI のズームアクション5 Pro の、レビューをしてきました。で、第1回目はね、なぜかうっかり超広角モードをね、使わなくて、真ん中のね、標準の広角モードを使ってしまって、あまりね、迫力のある、ね、ライドのね、映像が届けできなかったんですけど、今回、第2回目のレビューは、超広角モードを中心にね、使ってみたんですけど、特に今回はヘルメットの上にね、マウントを取り付けてヘルメットマウントも試してみました。で、まずね、結論からいきますけど、ヘルメットマウントはダメでした。ダメというのはね、ちゃんと映像を撮れてましたけど、撮れた映像の迫力がね、全くなかったんですよ。で、特にヘルメットにつけて横の画角にしてしまうとね、前輪であるとかハンドルバーがね、全然映らないんですよ。だから走ってる映像を見ると、ただ単にドローンがね、森の中を突っ切ってね、行ってる感じがあって、全くね、マウンテンバイクのライド映像っていう迫力がなかったんですよ。で、なんとかギリギリこのね、縦マウントに関しては縦に長いんで、ヘルメットのバイザーとか、前輪とかね、たまにハンドルが映ったりするんで、あ、マウンテンバイクなんだなっていうのは分かるんですけど、迫力があるかって言われたらね、大した迫力なかったんですよ。だからちょっとヘルメットマウントはね、今後も使わないかもしれないですね。それとは1回目のね、レビューの時に縦のアングルでね、ホリゾンバランシング、水平維持のモードを使ってみたんですけど、結構ね、可能性を感じた、アングルだったんで、今回そのホリゾンバランシングでヘルメットマウントもね、試してみたんですけど、やっぱ同じようにやっぱヘルメットにつけちゃうと、やっぱり全然ね、やっぱ迫力なくて、同じことでしたね。だからホリゾンバランシングはやはりですけど、チェストマウント、胸にね、つけて使うのが一番迫力が出るのかなっていうね、結論になりました。で、結局のところ今回使ってみたモードで一番良かったのは、チェストマウントの、縦ですね。やっぱね、縦の超広角にするとハンドルバーまでもう全部ね、カメラに映り込んで、こういうね、バイクの動きが分かるんで、やっぱ迫力がね、増すんですよ。もちろんね、横マウントにするとハンドルバー全部入るし、それはそれでいいんですけど、やっぱね、
縦の方が、まあ、前回も言いましたけど SNS ソーシャルとの相性がいいので結構今回ねその縦で使った映像をねインスタのストーリーズにちょっと上げてみたんですけど、あ、下に貼ってるのでぜひねフォローしてほしいんですけど、結構ね反響があったんで、やっぱねソーシャルで使うにはチェストマウントの縦、これが一番ね迫力のある映像が撮れますね。それと今回、紹介した、オズモアクション5プロの映像に関しては全て、アクション4用の、ラットファイルでビビットに仕上げてます。まあ、だからねその GoPro っぽいかなりね鮮やかな、ね、仕上がりになってると思うんですよ。でなんかねいろいろ調べたらラットファイルっていうのは自作できるそうなんですよね。だからいろんなねYouTube クリエイターの方がラットファイルをね配布したりとか、なんだったらその販売してる場合もあるらしいんで、その好みの自分が好きなクリエイターの色に仕上げるためにそのクリエイターのラットファイルを購入して同じ色にね仕上げることもできるんですね。だからその GoPro みたいにねその取って出しですぐに編集して出せるわけではないんですけど、そういうラットファイルを使うことによっていろんなね表現の方法ができるんで、まあ、そういった意味ではそのねプロっていうねここの文字は、まあ、偽りはないですよね。まあ、本当にねプロが使う機材だなと思いましたね。まあ、今回ね第2回目の撮影を終えてみてこのカメラ、ね、かなり気に入りました。であえての欠点をね探してみたんですけど見当たらないんですよ。ただ唯一ね一つ欠点と言えるのが第1回の撮影が終わってこの事務所に帰ってきてこのね SD カードを抜いてカードリーダーに挿して、Mac にね差し込んだんですけど、なんかね読み込めないデータフォーマットだかクオリティマスかなんかアラートウィンドウがね出てきて初期化しますかキャンセルしますかみたいな感じになったんですよ。一番見たくないね画面ですよね。だからうわこれもしかしたら撮影したファイルが、壊れてるのかなと思ってドキッとしたんですよね。でもともとこの新品のカメラに新しいマイクロ SD を入れてこのカメラでフォーマットして撮影してるんで絶対ねファイルが壊れてるわけないんですよ。なのでカメラにねそのマイクロ SD を戻してそのカメラと Mac をねケーブルで繋いだんですよ。そしたら、認識してくれました。だからこれはねちょっと理由わからないです。僕の環境のせいかもしれませんけど、まあカードリーダーが使えないなのでちょっとね読み込みが遅い気がしたんですよね。だから今のところ、僕が直面したこのカメラの欠点というのは、まあ、カードリーダーがなぜか使えないエラーが出るっていうのが、まあ、唯一のね、問題点ですかね。というわけで、2回にわたってこの、ね、新しい DJI の Osmo Action 5 Pro のレビューをお届けしましたけど、まあ、今後もねいろいろ試したい、ね、ことがあって、まず一つはね、低気温の、環境の下で使ってみたい。やっぱね GoPro はねほんとね雪山で使うと極端にその駆動時間が短くなるっていうね欠点がありまして、このねオズモアクションを雪山で使うとどのような感じで振る舞うのか、そこはすごいね気になっています。それと今後のね改善点として、まあ今回そのチェストマウントをね結構ちゃんと使ってみたんですけど、僕が今使っているねあのチェストマウントが Amazon で昔買ったね多分2000円ぐらいの超安物なんですよね。で安物がゆえに劣化してきて、そのねベルトのゴムがねなんかもうゆるゆるになってるんですよ。だからすごいねラフな路面を走ってるとそのゴムがね動いちゃって、カメラがね、まあ、かなりこうチェストマウントごとブレてるイメージがあったんですよ。なので思ったより映像がねちゃんとこう安定化されてない、そういうね疑惑を持ったんで、ちょっとね DJI が純正でねチェストマウントを出してるんですよね。でそれを使ってみてちゃんとねチェストマウントのテストをしてみようと思います。おそらくね僕の使ってるチェストマウントがねダメ疑惑もあるんですよね。そういえばねあの第1回目の動画ね、いろんな方にコメントいただきまして、こういったね自転車のチャンネルでガジェットのものをねピックアップしてレビューするとあんまりね普段より数字が稼げなくてちょっと失敗したかなと思ってましたけど、多くのねコメントいただいてすごくねあの元気が出ました。もしよければね今回の動画も、コメントとかアドバイスいただければ幸いです。というわけで気の良ければグッドボタン、コメントの方もね、ぜひお待ちしております。それでは次回お会いしましょう。